私たちにできることは何か。クラレグループは、豊かな社会を実現するために自然環境、生活環境の向上に寄与することを目指しています。国内の主な事業所は6カ所。その一翼を担うのが私たち新潟事業所です。新潟県胎内市、伏方山脈を望む扇状地は四季折々の自然が美しく、特に春に咲くチューリップは日本でも有数の生産量を誇ります。町の中心に流れる清流胎内川の沿岸にあるのがクラレ新潟事業所です。新潟事業所は1959年に創業開始、 MMA モノマーの製造から始まり、1960年以降はメタクリル樹脂、オバール樹脂、医薬・農薬中間体、歯科材料などを生産してきたクラレの化学事業の要となる事業所です。現在もメタクリル樹脂やオバール樹脂、スペシャリティケミカルを生産するとともに、アクリル系熱可塑性エラストマーや歯科材料も生産しています。メタクリル樹脂、優れた透明性と自然条件による劣化が少ないという特性を持つことから、プラスチックの女王と呼ばれています。樹脂原料や塗料紙コーティング剤などに使われる MMA モノマー、自動車部品や家電、雑貨などの成形材料になるパラペット、看板や自動販売機前面板などに活用されるシート部材コモグラスと、さまざまな形態を製造・提供しています。プラスチックシンチレーションファイバー、メタクリル樹脂を使い、放射線検出用素材や宇宙物理学での活用が見込まれています。クラレ独自の技術によってほぼ独占的に製造し、今後の利用展開が期待されています。ホバール樹脂、世界で初めて工業化し、クラレの主力製品を支えるホバール樹脂の工業プラント、国産初の合成繊維イニロンの原料として始まり、紙加工材、接着剤、液晶ディスプレイの偏光板用ベースフィルム、個包装洗剤など、さまざまな分野に応用例が広がっています。アクリル系熱可塑性エラストマークラリティ、2011年クラレが世界で初めて工業化し生産を始めました。透明性、粘着性、耐候性、柔軟性に優れ、樹脂回出剤、添加剤、粘着剤、成形部材として使用されています。スペシャリティケミカル、長年培われた合成技術を駆使し、化学品原料、医薬中間体、農薬中間体、電子材料などを生産しています。歯科材料、クラレノリタケデンタルのクリーン工場では、天然の歯に近い歯科修復を可能にした高品質とブランド力を誇る歯科材料、クリアフィル、カナビアシリーズなどを生産しています。新潟事業所では環境保全と無事故・無災害の実現に取り組んでいます。エネルギーの使用量削減を中心とした取り組みを継続的に行い、温室効果ガス排出の削減に取り組んでいます。安全はすべての礎を行動原則として、安全第一、生産第二の徹底を方針に掲げているクラレ。新潟事業所では一人一人の保安意識を高めるため、 KYT 危険予知教育に積極的に取り組み、試作故障による確認を大切にしています。さらに万一に備え、自衛消防訓練も実施しています。また朝の挨拶運動を行うなど、円滑なコミュニケーションで安全で生き生きとした職場環境を生み出しています。新潟事業所では地域社会との調和・共生を目指しています。障害を持った方の雇用施設クラレ作業所を1997年に設立、現在およそ20名が働いています。また新潟県の森づくりサポート事業に参加して、苗木の植樹などを実施し、豊かな自然を守るために尽力しています。
不思議実験室は、小学生に実験を通して科学の楽しさを知ってもらうための教室で、新潟事業所の社員が講師を務めています。毎年8月にクラレ夏祭りを開催しています。クラレグループの社員のみならず、協力会社、近隣地域の方々もお招きし、毎年およそ1500人が参加し、夏の風物詩となっています。私たちクラレグループは、独自の技術に新たな要素を取り込み、成長し続けるスペシャリティ化学企業であり続けます。